ではね、今もう1時半ぐらいだったかな。レックス700。これを飛ばしたいと思います。一応ね、スロットルをまた2%上げました。はい。じゃあ、後ろ。これとつないで。で、電源700の H1 ね。で、受信機、つないで。で、今いいの？で、一応ね、フロント側のバッテリー残量が、97%。はい。で、リア側の97%ですね。はい。で、今、黄色点滅してます。で、あとはちょっと後ろカバーしよう。はい。で、フロント側のバランスコードと、こちらのね、モニター用の、バランスコードね、こちらを監視用で赤合わせで差し込みます。まあ多分逆は刺さらないとは思いますけど、はい。これで電圧のフェールセーフが働くと。はい、もうグリーン、ですね。はい、じゃあメイン電源をつなぎます。先にね、受信機を電源つないでるんでね、もうキャリブは終わってる感じ。よいしょ。これがね、まだ風がね、今日本当一日中3メーターぐらい吹いてますね。よいしょ。行きます。もうポツポツとね、仲間も帰っていってるんで、ちょっと寂しくなってくるんですけど。いいかな。ちなみにね、受信機用のバッテリーもね、一応充電したんですけどね、なんかね、ちょっと入りが弱いかな。ちょっと減りは早いんですよね。84%です。はい。ちょっとね、膨らみ、ちょっとぷかぷかする。で、そろそろ交換時期かなとは思いますけど。はい。ふう。はい。いいかな。3D モード、エルロン右、左、ラダーの右、左。風強い。じゃあ行きましょうか。GPS モードにしてる。モーターの、はい、スロットルハーフからの、出てくる。75%。はい。今、スティックハーフにします。もうちょい上に。はい。どうだろう。風が強いからちょっと分かりづらいけど。前みたいなね、ほわほわ感、ちょっと分かりづらいかな。でもまあ、前よりかは良くなってる感じがする。はい。じゃあちょっと、はい、ちょっと流してみるか。ちょっと下がるね。向こう下流だから、普通は高度的には上がるはずなんだけど、風上だし。どうだろこの波打ってるのはジャイロが働いてるからかな。手離すと、こういう、ちょっとゆっくりブレーキね。どうだろうな。
あ、タイマー入れたっけな。タイマー、あ、一応入ったね。今、残り8分と6分。うん。無風じゃないとちょっと分かりづらいな。あと自分の分のね、ちょっと 550X も最近飛ばしてないんでね、どんな感じな、どんな感じが正常なのかっていうのもね、ちょっと分かりづらいかな。まあ、今日あの470飛ばしたの感じでは普通に飛んでたんでね、あれを基準にするとやっぱしちょっとこれ、エレベーターが不安不安っていう感じかな。ちょっと電圧どうなんだろう。これちょっとあの受信機電圧が分かんない、表示されてないですね。多分まあこれ受信機によるんかな。確か FASST の EST だったと思うんですけど、違ったかな。モデルシステム、あ、FASST のマルチだ。っていうことは受信機の電圧がモニターできないやつ。まあ一応風があるけど、まあ普通に飛ぶっちゃ飛ぶ。ですね。うん、ローターの回転数もまあ離陸の時はね、ちょっとね、あのやっぱ700なんでちょっと怖いっていうのはあるけど、まあ今、まあ、このぐらいに、ね、離れて飛ばしてるとまあこんなもんかなっていう回転数ですかね。うん、止まりも特に問題ないですし、うん、2% 上げたけど多分あまり変わってないと思う。本当にこんだけ飛ぶんかな。まだ10分飛ぶかな。あまりね、700でね、そんな長い時間飛ばすことそうないんでね。バッテリーが確か 6000mAh だったと思うんですけど、うん、やっぱしちょっとあのやっぱ上下が気になる、着気になる。テールのハンチングはちょっとない感じですね。うん、はい、で、まあ弾いてみる？エレベーター。うん、ちょっとバネみたいな感じ。感度高いのかな。そんな感じがするんだよ。エルロン側、エルロンはそうわからんかな。もうすぐにあの戻ろうとする、うん、はい、あと4分。ちょっと感度いじってみるか。どのくらいだろうね。もう今、今残りが4分13だから、スタートが、これ10分タイマーでもうすぐ6分ですね。もうすぐ6分。へえ、ホワンホワンか。なんだろうな、テール周りかな。ちょっとまだテール周りね、まだいじってないんでね、あれが原因になってるのか、それとも単に、感度、あ、まあそっか、 3D モードで異常がなければあれですもんね。後ろの分で見るか、はい、後ろのバランスコネクターから見ると残量が 55%。 うん、1セルあたり 3.877 だからまだ
リターントゥーホームには入らないレベルですね。はい、受信機の電圧は69、さっき80何歩だったよね。どうしようかな、ちょっと、感度を下げてみるっていう感じだと思いますけど、どうだろう、いっぺんにいけるか、この状態でつなげれるか。よいしょ、今ちょっとね、室内の LED でやったんですけど、なんか真ん中の電気がね、つかなくなってるんですよね。まあ、交換する前からつかなかった気もするんだけど、なんか車の仕様がなんかよくわかりません。はい、じゃあ、立ち上げの、コネクトが絶対失敗するんだよね。はい、録画は大丈夫。案外なんかね、最近メモリー食う感じ。確かこの前ね、全部、3週間ぐらい来れなかった時のね、アップしたんでね、結構空いてるはずなのに、なんか空いてないというか、今これ繋がったのかな、パラメータ繋がってますね。今スワッシュゲインが16ですよね。16ね、エキスポは50で、16ね、12、こっち右のね、GPS、ブレーキングが今60だけど、確か50ぐらいじゃなかったかな。50にしときます。はい。あとはいいか。スタビライザーは今 39%。はい。一回ちょっと項目を変えてね。はい。スワッシュゲイン12ね。はい。ディスコネクト。よいしょ。あと多分どのくらいかな、50何パーあったから、やっぱしこのタイマー通りでいいかな。あと4分飛ばせて4分ぐらいで、自動的に、リターントゥーホームが入る予定ですか。ちょっと横風やな。まあ、できればね、離陸着陸はね、風上に向けた方がいいです。あの横風にね、ヘリ弱いんでね。がちょっと抑えきれてないのかな、エレベーター。どうなんだろう。でもこれ700クラスって多分、まあ大抵今ね、アラインの分って20キロぐらいはあるはずだから、そうやな、ベックはあの外ベック使って確か6ボルト仕様にしてます。8ボルトはないですけど、
ちょっと弾いてみました。エレベーターをね弾いてみてもさっきと変わんない気がするんだよな。うん、4700はね結構ふわっていう形で止まるんですけど、これはちょっとねバウンドしながら、うん、ちょっとバネの強い感じかな。こんな感じ OK だね。え、あ、ブザーが今一個鳴ったな。これはあと、まあ、メインっていうかね、あと1分51秒、まあ、とりあえず一回ロック、あ、入った、1分51秒で入った。ですね、2個目の、タイマーがね鳴ってからちょっとしてから、リダントフォームも入った感じです、ね、はい、もう今はこれスロットルタイマーでしょうね。スイッチタイマーじゃなくてスロットルタイマーだから、今残りがね、1分12秒10分のタイムだから、下の分、1分2分が8分で5フォームが入った感じかな。はい、バッテリーチェック、モーターランをカットしました。よいしょ、はい、これで残量がどのくらいかですよね。この前35だった気がするんだけど、はい、32ですね、はい、32%、まあいい感じ、うん、この電池残量に関してはいい感じですけど、はい、メイン、フロント側ね、フロント側の残量、まあ30ですね、はい、ほぼ同じ、はい、受信機残量59、うん、この辺ちょっと粘る、はい、じゃああとはメイン電源を先に抜いてから受信機を抜く、うん、エレベーターか、エレベーターね、エレベーターか、あ、そっか、これサーボ最近のに変えたんだ、じゃあ違うの、最近のこれレックス、まあレックス550と同じっていうか、まあ700、今のね700もね同じ550と同じサーバーついてるんで、ね、トルク的には問題ないはずだけど、あ、ゴミが飛ぶ、あっ、いうことはどういうこと、エレベーターどうだろうな、どうだろうな、ちょっと電源入れるか、はい、ちょっと受信機、あのホワンホワンがちょっとね多分オーナーさんも気になってるんかなとは思うんですけど、あ、これだけでいい、はい、で、エレベーターを弾く、ん、あ、GPS じゃない、 3D モードでね、うん、この時は別にね問題ない、ちょっと負荷をかけてあげて、もう、うん、負荷かけてもね結構押し返すから、トルク的には問題ないよな。なんだろう、負荷を与えんかったらこんな感じですけどね、負荷を与えるとねなんかローターがビビる音がするけど、なんかのね共振、負荷を与えないと音が鳴らない、
なんだろうな、そうですよね、まあ、今ちょっともう電池使ってしまったんでね、あれなんですけど、今度はあの 3D モードでね、ちょっと飛ばして走らせてみようかなと思います。多分それだと多分出ないとは思うんですけど、要するにあれでしょうね、こう、ジャイロ的な問題かなと思います。 GPS はあの関係ないんでね、基本的に、まあ、ここにねカメラをつけてやれば分かりやすいんかな、はい、とりあえず、もうちょっと見てみます。とりあえずね、あのサーボリンケージのこのボールエンドだったっけ、リンケージのね、これをね、リンケージエンドだったっけ、これをちょっとあの強化版にね、レックスの550X のついてる、ここなんか 赤リングがついてですね、あれに、全部変えてみたいと思います。これもやんな、これはもうねシャフトの方だから違うんだよね、このアルミみたいなの、こっちにつかないといけないんだよね。はい、はい、以上です。